ふふふ、いやーこの豚肉美味しそうだなー。そしてこの焼き加減にこの香り。最高すぎるだろ。あ、そういえば、この牛肉別に焦げてないよって風の便りが来てたなー。じゃあ交換すしないからね。わかりましたー。それじゃ早速ご飯とステーキいただこうかな。お肉と炊きたての白ご飯最高だね。そして締めの緑茶、まあその緑茶はいつ作ったやつかわかんないけど、パート3で作ったやつだな。かなり前なんだけど。大丈夫だ、看病は任せろ。お腹壊す前提なのが嫌だ。さてと、レシピの確認をするか。あれ温泉は探しに行かないの？私は思うんだ。やっぱり温泉探しに行くには準備が必要だろ。ああ、防具とか食料とか、地図とかってこと？やっぱ温泉にはこれが欠かせないだろ。お酒？この飲みたがり目。というか、お酒って作るの大変そうじゃない？まあな、でも甘酒なら米があれば作れそうじゃ。米麹？ほらやっぱり大変そう。いやきっと米麹も作るの簡単だよ。ほら米袋、これは米だけで作れ。麹菌？え？まさか菌から栽培しないとなの？しかも菌の栽培にはインキュベーターが必要みたいだよ。そうなのか、まあ鋼で作れそうだし大丈夫だ。サスインウォット？しかもティアさんなんですけど。確かまだスメルティング温度しか出せないよね。そしてサスインウォットは UHT 温度が必要みたいだ。つまりどういうことかというと、このままじゃ温泉に入れません。いや甘酒作れないだけだよ。こういう時はあれだ、ベルを鳴らして落ち着こう。それはいい作戦だね。まさかの工程？ベルにはリラックス効果があるんだよ。じゃあレストランでじゃんじゃん鳴らすか。ごめん嘘です、絶対しないで。ということで、甘酒のために精錬機構をグレードアップするぞ。動機が不純だなぁ。まあ細かいことは気にするな。それで、どうやって UHT 温度環境にするの？いろいろ方法があるみたいだが、今回は水車を使って試してみるぞ。風車じゃなくて水車か。まずは溶白インゴットと木の回転子で、合金の回転子を作る。あとは今できた回転子に、棒と木材を組み合わせれば、水車の完成だ。もちろんこれだけで UHT 温度が出るわけじゃないよね。今度は熱交換器を作るぞ。そしてここでブレイクタイム。いやまだ大した作業してないけど、人には適度な休息が必要だ。はい。さてと、材料が揃ったから改良していくぞ。改良するのは青空キッチン横のやつだね。この扉の向こうが裏側に繋がってて、今はスメルティング温度が必要な時だけ風車をつけて使ってるぞ。それじゃ作業開始。まずはスペースを広げていく。水車って大きいの？風車より少し大きいくらいかな。次にシャフト設置分のスペースを空けたら、水を流すスペースも掘るぞ。あとは水車を設置して、スパナで向きを調節する。あ、思ったより小さいかも。次に熱交換器を設置。そしてこの装置を動かすのにも水車を使うぞ。でもこの配置じゃ上の水車には水が届かないよね。実はこの水車は有能で、水の流れさえ感知できれば回転するんだ。だからここに水を流せば。おお、回り始めた。上の水車は縦の流れを作るぞ。重なってても回るんだ。細かいことは気にするな。あとはチャンバーに燃料を入れれば完成。UHT 温度じゃないけど？あれ？おかしいな。熱交換器の向きか？おお、UHT 温度になった。よし成功だ。どうやら向きで温度が変わるらしく、赤い方が温度上昇で、青い方は温度が下がるらしい。使い分けができて便利。でも使うときは向きに注意しないとな。それじゃ完成したことだし、早速サスインウォットを作ってみよう。尺をしてるから向きでいかないと。まずはサスインウォットを作るための粉を準備するんだけど、大変なことに気づいたぞ。これ今回作業だけで終わりそうじゃない？あ、気づいちゃった？ということで巻きでいくぞ、と、言いたいところだが、この鉱石から材料のクロム鉱石が手に入る確率が、15%。低っ。え、しかもあと5個しかないけど？これは祈るしかないな。それダメなやつじゃん。ささ最後の一つで手に入るなんてなんてエンターテイナーなんだ。さすがフラグ建築士。違う。やっぱり私は持ってる側の人だったか。いやどちらかというとない方のはず。これで必要材料が揃ったぞ。あとは組み合わせるだけ。さあついに UHT 温度で精錬だ。よし成功。あとはこれを冷やすだけ。材料ないんだから失敗しないでね。大丈夫、エンターテイナーだから。だから心配なんだよ。私も失敗したくないから、絶対間違いないってくらい深いところで冷やすぞ。あとは冷えるのを待つだけ。私の計画に狂いはない。さあ回収する。ちょっと待って、息が。これ回収間に合うの？押し通るしかない。いやきついな。まあ冷やしすぎたらダメなんてことはないはずだから。おい嘘だろ？失敗したら材料ないよ。わかってる。頼む。成功しててくれ。元気出して。出るわけ、ないだろ。
また鉱石集めからやり直しだ。ファイト。鉱石掘ってきたぞ。あ、もう行ってきたんだ。尺をしてるから全カットだけどね。あと今回はエンチャントもしていく。水中呼吸かな？いや、それは前に手に入れたペンダントがあるから、今回は頭に水中採掘をつけるぞ。なるほど、その手があったか。あとはタモ網で釣ったこのペンダントを使えば準備完了。あとはクロム鉱石。今回は大鉱石いくつあるの？今回は10個あるぞ。あんまりないなぁ。安心しろ、私はエンターテイナー。また最後の神引きを見せてやる。おお、もう出た。ちょっと早すぎー。さあ今度こそ成功させるぞ。まず第一関門突破。ここ関門だったんだ。それじゃペンダントとヘルメットもしっかり装備。いよいよ今回の最大難関だ。もう失敗は許されない。冷えたら回収、冷えたら回収、冷えたら回収。急げー。おお、やったぜ。あとはかまどの温度で再度加熱すれば完成。いやーここまで長かった。今回ほぼ作業しかしてないからね。まあそんな日もあるってことだ。一発で成功してたらすぐ終わったと思うけど。それは言わないで。はい、ということで、こっちが失敗、でこっちが成功したサスブロックだ。無事成功してよかったね。うんうん、でもさ。もう疲れたから甘酒は今度でいいかな。ここまで頑張ったのに。冗談は置いといて作業の続きを始めるぞ。冗談。工事菌を育成するためのインキュベーターは作れるようになったから、次は菌を捕まえるための培地を作らないとな。これで菌を捕まえるんだね。いろいろ種類があるようだが、まあ簡易培地でいいか。作り方は、爆芽と、か、寒天。よかった、海藻で作れるのか。冷やさないといけないみたいだけどね。悲しいお知らせです。雪原と温泉を見つける前に甘酒を作りたかったのに、なんと作るためには氷が必要だったようです。ということで先に甘酒を作るのは断念。お腹も空いたしご飯にしよう。これがエンターテイナーってこと？そういうこと。そうと決まれば食材の回収だ。今回は何を作るの？今回は温泉を探しながらでも食べれるサンドイッチにしようと思うぞ。おお、いいね。それじゃ作っていくぞ。まず最初はパン生地と紙で食パンを作る。あとはさっき焼いておいた鶏肉も使う。お、パンを焼くのかな？その通り。まさか地面で焼こうとしてないよね？やだなー。いくら疲れてるからってめんどくさがらないよ。じゃあカフェで料理すればいいのに。こっちのキッチンも便利だからな。まあ細かいことは気にするな。さあラストスパート。まずは食パンと卵で卵サンド。お手軽だ。もう一種類は、ほうれん草と玉ねぎ、鶏肉を使って、野菜サンドの完成。本日のメニューは、卵サンドと野菜サンド。ちょっと待って、パンだけ？今日は飲み物ないの？あ、忘れてた。まあ飲み物はこの前の緑茶を。いやだ、パンにはやっぱりジュースでしょ。はい、すぐに作ります。さてと、何ジュースにしようかな。グレープジュースがいいな。じゃあブドウを回収しないとだな。これブドウ？さああとはとっても簡単。水とブドウに砂糖を組み合わせれば、ブドウジュースの完成だ。紫になった。それじゃ改めて、本日のメニューは、卵&野菜サンドとブドウジュースだ。うん、どっちも美味しそう。緑のブドウが紫のジュースになったのは気になるけどね。細かいことは気にするな。ということで、今回は作業ばっかりだったけど、次回こそは甘酒を作るぞ。目的が変わってない？いや、温泉と甘酒はセットだから問題ない。これいつになったら温泉に入れるの？いやー、最近すっかり暑くなってきましたね。そうですね、もう日焼け止めスプレー必須ですよ。あ、私はクリーム派です。へえ、二人とも意識高いなー。私は日傘だけでいいかな。日焼け止めは塗った方がいいですよ。将来私みたいにシミばかりになりますよ。あ、うん。もう紫外線は十分強いですからね。はい。ねえ、ここはバーじゃないんだが。もちろん聖女様は対策してますよね。あ、うん、そうだな。これしてないやつだ。スプレー派ですか？クリーム派ですか？いや、私はジェル派だ。ニュータイプ？実は最近買ったのがポンプ式で使いやすいんだよな。ちなみにみんな大好き無印良品だ。いや知らないブランドですが。え？
あとジェルといってもクリームみたいな感じなんだ。ちょっと出かけるときにさっと塗れるから楽なんだよな。一番語るじゃん。さてとさてと、サンドイッチ持って温泉探しじゃなかった雪を探しに行かないとな。そういえば風の頼り情報なんだけど、前回失敗した脆いステンレス鋼ブロック、あれ再加熱できるらしいんだよね。へえ、そうなんだ。いや、マリサも終盤気づいてたよね。どうだったかな。もし再加熱できるならさ、2回目用の鉱石回収の時間、無駄になっちゃう。言うな。それ以上何も、言うな。ごめん。あ。いやいや、まだわからないぞ。完成までは冷やして熱するという工程があるからな。と思っていたのに。無事に米のサスブロックできちゃいました。おめでとう。いや、正直複雑な気持ちだな。まあ気持ち切り替えていこう。さあ、雪原を探すぞ。今回はどの方角に行くの？やっぱり雪といえば北だよな。ということで今回は北上していくぞ。北にあるとは限らないんだよな。おう、村だ。また長介さんみたいな人がいるのかな？それは大変だ、近づかないでおこう。ちょっと、そんなことよりこれはなんだ？桃か何かか？見た目は桃っぽい気がするけど。残念、梅だった。え、おっきいな。梅料理？まあ料理に使えるかも、だからもう少し回収しておこう。あと村の様子も少しだけ確認しておくか。あとやっぱり鍛冶屋のチェックだよね。もちろんそれもやってくぞ。そしてちょうどはぐれ師匠さんを発見。この近くで雪原とか見てませんか？ねえ、話聞いてる？なんかずっとうなずいてるね。そうなんだよ。これどうしたらいいんだろうな。マリサこそどうするつもりなの？何のこと？とまあ冗談はさておき。聖女様がやっていい冗談じゃないんだよな。どうやら初期スポーンまで戻ってきたみたいだな。ああ、そういえばこんな目印つけたかも。こういう時は高いところから周りを見渡すんだ。賛成、というかいつまでヘルメットかぶってるの？エンチャしてキラキラしてるからついな。マイクラ初心者かな？お？木に雪が積もってるぞ。しかも新しい色の鉱石も見えるな。小石？見た目は塩っぽい気もするけど。まあ新しいものは何でも回収だ。おい、どうしたの？あれ温泉なんじゃないか？あれが普通の水に見えたけど。いや、私にはわかる。あれは絶対温泉だ。ということでジャンプ。お湯加減どうですか？これは水だね。だと思った。おう、ついに地面にも雪が。じゃあ温泉も近くにあるかもね。やった。欲しいのは氷だけど、雪も何かに使えるだろうから持って帰ろう。さてと、雪玉は手持ちを圧迫させるから雪ブロックにしないとな。あれ？できないぞ。あれ、どうなってんの？マリサ、そのくだりはもう私が前にやってるのよ。しかも4年前に。嘘、だろ？じゃあ私たち、4年前から成長してないってこと？そういうことになるね。まあ、変わらないことも大事だよな。そうだね。同じ失敗をしたことにびっくり、そして目の前に渓谷が現れてさらにびっくり、動揺しつつもなんとか落ちずに済みました。そのまままっすぐ進んでいくと、ついに氷の塊たちを発見。果たしてこの先に温泉はあるのでしょうか？なんかすごい形してるけど、とりあえず氷発見だな。でもさ、シルクタッチもないのにどうやって回収するの？普通のツルハシじゃ回収できないの？確かただの氷は水になっちゃうはず。嘘だろ？いや待てよ。このブロックは見たことないやつだな。ほんとだ、モッドで追加されたのかな？ここにある花も見たことないな。ふむふむ、アイスアイリスか。なんかハートが凍ってるよ。ほんとだ。どうやらこれも氷同様に冷やせるみたいだ。つまりこれがあれば寒天が作れるってこと？そういうこと。やったね。あと可愛い牛さんも見つけたぞ。これ本当に牛さん、角が立派だな。なにあれ。いやーこの子可愛いよな。耳のとこがピンクなのがたまんないんだよ。いや、もっと気になる部分あったよね。何のこと？別に何も映ってないけど。いやどう考えてもあれ見逃すのはさすがに無理あるでしょ。だよねー。あれはなんだろうな。きっとダンジョンだろう。いやー立派な住居だな。住居にしては旗のセンスなさすぎでしょ。芸術とはそういうものだ。というかでかいなー。まあ私には関係ないか。いやダンジョンなら攻略しないと。とりあえずこの攻撃。殴っちゃった。ちょっと。相変わらずモブコンの判定などなんだよなー。ブルジャージー、やっぱり牛だったみたいだな。この子は角が小さいな。いやーどっちも可愛い。ねえところでダンジョンは？さあ氷。ああ、やっぱり普通のツルハシじゃ回収できないか。じゃあこっちのブロックはどうだろうな。ねえダンジョンは？これも氷だったのか。しかもちゃんと冷やすこともできるっぽいぞ。よしそれじゃあダンジョンに行こうか。
いやでもまだ温泉も見つけてないし、もう少し周りを探索した方がいいと思うんだよな。いや確かに温泉は見つけたいけど、あのダンジョン気になるでしょ？いや私は動物たちの方が気になるかな。ほらあれは白熊だ。あっちには子供連れの白熊もいる。マリサ忘れたの？うん。子連れの白熊は子を守るために攻撃してくるんだよ。ああ、そうだ、だな。痛い。よし、白熊ゲットはまた今度だ。お腹空いてきたからご飯にしよう。完成。今日は雪国に来る予定だったからな。シートじゃなくて椅子を持ってきたぞ。さすがマリサ、雪の上に座るのは冷たいもんね。うんうん。いやーどこを見ても雪雪雪、最高な景色だな。うん、まあ、そうなんだけど、ここだとダンジョンが視界の端に入るんだよな。きっと中は危険だから、外から見るだけで満足しとこうよ。いやこの後行くよ。また村人が囚われてるかもしれないでしょ。それを助けるのが聖女様の役目。なるんじゃなかった。ああ、近づきたくないな。近づいたら霊のあれが表示されるんでしょ？もしかしたらダンジョンじゃないかもよ。あ、ボスバー表示されたね。うん、知ってた。今度のボスはアビスウォーカーキングっていうのか。名前だけでも強そうだね。大丈夫だ。私はネクロマンサーに勝ったんだからな。脳筋ゴリ押しだったけど。さてと、それじゃ軽く中を見てから帰るか。ボスの姿確認しなくていいの？どうせ頂上にいるんでしょ？絶対たどり着けないよ。むむ。早速お出ましか。なんか喋った。喋ったね。え、これは、スケさんなのか？でも肌の色が随分と違うような。そうだよな。まあ一匹なら正面突破で。絶対あそこ隠れてるよね。ほらやっぱり。これは、ちょっとずるいが不意打ちするしかないのでは。え、え、おい不意打ちはずるいだろ。マリサもやろうとしてたけどね。私はいいんだ聖女だからな。あ、脳筋聖女だからね。まさか奥にいる奴が先制してくるとは思わなかったな。だがしかし、私に弓攻撃はつかないぞ。盾持ってるからね。さあさあどうする？二人目来たけどマリサもどうする？それはちょっとまずいなぁ。ということで一時撤退というかもう帰ろうか。まだ中にも入ってないのに。私には帰ってアイスを作るという使命があるんだ。さあここまで来れば安全だろ。まだ追われてない？え、嘘でしょ？二人とも追ってきてる。いやだ、私は無事帰って美味しいアイスを作るんだ。まだ追ってきてるね。しつこいぞ。絶対無事帰ってアイスを作る。あと甘酒も。頑張って建築し、待ってろよふう、危ない危ない、なんとか無事帰ってこれたな。温泉は見つからなかったけど、甘酒を作るための氷ブロックは手に入った。ふふふ、いやー作るのが楽しみだな。まあとりあえず冷たいお茶を一杯。アイスも作れるようになったけど、そんなの後回しだ。甘酒が私を呼んでいる。ふふ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 、すみません。あ、はいはい、すみません、ちょっと妄想してました。どうも、警察官です。ちょっと話をお聞きしたいんですが。なんで警察？しかも話が聞きたいって、私の妄想話を、甘酒と団子食べながら温泉入る計画を？あの、話聞いてますか？もちろんだ。じゃあ、アイスを食べたいです。こっちに来て全然食べれてないんですよね。アイスか。正直アイスより先に甘酒作りたかったんだけどな。あ、もしかして都合悪かったですか？いやいやいや、全然そんなことないんだぜ。ただまだ作れる状態じゃないから少し待ってほしいかな。なるほど。じゃあすみませんがよろしくお願いします。了解した。あー甘酒。ふう、それじゃ準備から始めるか。というか無事戻ってこれたんだね。逃げ足だけは早いからな。それ誇れることじゃないけどね。場所は、この辺でいいか。おお、ついに私たちの寝る場所建てるの？いや、ここはアイスたちの寝る場所だ。ああ、なるほど。というか、それって室内じゃダメなの？一応試してみたんだけど、氷を設置すると周りの温度が下がるから、温める料理の時温度が足りなくなっちゃうんだ。それはまずいね。あとまあ見た目も大事ってことで、外に冷却専用倉庫を作るぞ。まあ氷を設置して冷やすだけの簡単な作りだけどな。でも今まで温めるだけの料理だったから、アイスも作れるようになったら料理の幅が広がるね。うんうん、いやー楽しみだな。ということで完成だ。少しでも涼しそうに見えるよう鉄格子で囲ってみたぞ。あとは軽く内装の紹介だ。内装と言えるほどの広さじゃないけどね。細かいことは気にしちゃいけない。ということで、内装はアイスを作る用の調理鍋と、上段には作ったアイスを保存する冷凍庫を設置してあるぞ。すごい、ちゃんと冷凍庫になってる。
それじゃ紹介も済んだことだし、早速アイス作りを始めよう。まずは生クリームが必要だから生乳を回収するぞ。この生乳大丈夫かな？大丈夫大丈夫、取れたてほやほやだ。絶対嘘だ。あとは回収した生クリームをノーマル温度で放置する。すると生クリームの完成だ。これをひたすら繰り返すぞ。そしたら生クリーム生成中に卵の回収をしよう。この前は全然溜まってなかったけどね。おお、結構溜まってる。まあざっとこんなもんよ。鶏さんのおかげでしょ。うんうん、いやー卵は結構料理に使うからな。これからもお願いしますよ鶏さん。ここは労働施設かな。それじゃアイスを作っていくぞ。まずはさっき作った生クリームをバケツで回収する。そしたらこの生クリームをさっき作った倉庫で冷やす。クール温度以下になっているか確認したら、この調理鍋の中に、生クリーム、卵、砂糖を入れる。あとは少し放置すれば。アイスクリームの完成だ。え、もうできちゃった。今作ったのはバニラアイスだが、同じく生クリームと砂糖を入れて、卵の代わりにカカオを入れれば、チョコレートアイスができる。これはどっちも美味しそう。一度に3個作れちゃうから、作りすぎちゃった分は冷凍庫で保管するぞ。ちなみに右側の冷凍庫には生クリームと生乳バケツが入ってる。これでいつでもアイスが作れちゃうね。ということで完成だ。ちなみに飲み物はこの前のブドウジュースね。だと思った。はい、お待ちどうさま。あれマリサは食べないの？私は店員だからな。当然お客ファーストなんだぜ。どうぞ溶けないうちに食べちゃってくれ。いやーとても美味しそうですね。久しぶりにアイス食べられるなんて私はとっても嬉しい。わかったから、だから溶けないうちに早く食べてー。それもそうですね。うん、美味しい。やっぱりアイスはバニラだよね。うんうん、うまい。私はチョコが好きなんですよ。頭が一気に食べるからキーンときちゃったかな。気をつけて食べてね。この痛みがたまらん。あー心配いらなかったね。さあ、次の作業だ。今度は何するの？前にさらいで仲間にした商人がいただろ？ああ、誘拐してきた人のことか。仲間ね、この商人からしか手に入らないアイテムがあるんだけど、どうやらそのアイテムの中には食材も含まれるみたいなんだ。おお、それはぜひとも欲しいね。それじゃまず一人目の取引を拡張していこうか。取引後にモヤモヤが出ればいいんだよね。そうそう、ああこれだな。さあ何が増えたかな？おう、早速限定調味料。でも食材っていうより味付けの方だったね。まあまだ拡張できるはず。その後何度か取引して、一人目は銀インゴット、EXP ジェム、産卵子、そしてなんと緑のリングを取引できるようになった。何これ幸運効果じゃん。それに EXP ジェムっていうのも気になるんだけど。なんとこのアイテム、レベルが10上がります。え、10も？それはちょっとずるいんじゃない？うん、私もそう思う。だからこれは、本当に困った時だけ使うことにするよ。あ、使うんだね。そして残りの二人からも限定アイテム手に入ったぞ。おお、シナモンだ。ちなみにこの人は赤のリングだった。この効果もなかなかいいね。でも私が一番嬉しかったのはこれだ。あ、小豆？これがあればもっと豪華なデザートが作れるんだ。なんだって？それじゃ早速この小豆を使ったデザートを作るぞ。の前に、アカシアとカルセドニーを使ってベリーの苗木を作る。そんなの作れるんだ。あとは畑近くに適当に植えて成長するのを待つだけだ。お、白い花が咲いてるね。これが成長すればベリーになるぞ。あと作るのはデザートだからな。今回もフルーツを回収する。ちなみに使うのはブドウとイチゴだ。イチゴ。さあ材料は集まった。あとはこれを調理するだけ。まずはどうしようかな。ごめんください。うん、どちら様だ？ああ、なんだ先生か。新しいメニューで、冷たくて甘いものが食べれると聞いたのですが。多分、アイスクリームのことかな？アイス、クリーム？うんうん、にしてもグッドタイミングだな。ちょうど今からそれより豪華なデザート作るところなんだ。おお、じゃあそれで。なら少し待っててくれな。お客も来たことだし早速作るぞ。まずは鍋に生クリームを入れて、砂糖とマルベリーを入れる。そしてそのまま放置すれば、ベリーアイスの完成だ。これが、豪華なデザート？いや、これはまだ準備段階だ。使わない分は冷凍庫で保存しておくぞ。今作ったベリーアイスに、生クリームとブドウ、イチゴを足せば、ベリーパフェの完成。パフェだと？驚くのはまだ早いぞ。あともう一つパフェを作るからな。そっか、まだ小豆使ってなかったもんね。そうそう。ということで鍋に水と小豆を入れて、砂糖と塩を加えたら、小豆あんこの完成。それだけでも美味しそう。もちろん美味しいと思うけど、さらにもう一手間加えていくぞ。お餅？
うん。久しぶりに登場するお餅はもちろん焼いていくぞ。なんて贅沢なデザートなんだ。ふふふ。さあラストスパートだ。作り置きのアイスクリームと小豆あんこ、そこに緑茶の茶葉とさっき焼いた餅を合わせれば。小倉抹茶パフェの完成だ。うわこっちも美味しそう。ということで完成。私のおすすめは小倉抹茶かな。いややっぱりベリーが最強でしょ。というかまたこの緑茶。まあ細かいことは気にするな。ねえそれ口癖になってるよね。お、これが、小倉抹茶？いや、確かに小倉とも読めるがこれは小倉抹茶だな。あすみません、全然知らないもので。気にしない気にしない。だって食べたら同じだからね。それもそうですね。はぁ、はぁ、間に合った。村長どうしたんだ？凌介です。私をのけ者にしようとしたって無駄ですよ。私は花垣くんですから。確かに大きいですもんね。やっぱり大きいですかね。そんなことより、村長もパフェ食べるだろ？今ならベリーパフェかおぐらい。あご心配なく、私こう見えて甘いものの知識だけはあるんですよ。え、そうだったの？美しいほどの緑色にこの甘い香り、間違いありません。昔古文書で見たあの食べ物に違いない。古文書？ということで私もこの小倉抹茶ください。小倉です。小倉だね。ねえその古文書大丈夫？ようやく私も食べれるな、ということでいただきます。うん、うまい。やっぱり小倉抹茶はいいね。でもチョコレートパフェの方が好きなんでしょ？うん。びっくりドンキーのガトーショコラパフェとか最高だよね。わーすっごいピンポイントなの来たなー。というか今回こそ甘酒作るよね？もちろんだ。いやー今回は忙しくなるぞ。だって甘酒のために、寒天作って培地も作ってさらにそれで菌まで育てないといけないんだから。そう。すべては温泉で甘酒を飲むためにな。うおー、今日こそ甘酒作って温泉見つけて乾杯するぞー。温泉と甘酒に対する熱がすごいんだよな。さてと、前回は急な来客で作れなかった甘酒を作っていくぞ。もう材料は揃ってるの？うん、確か揃えたはず。マリサはたまに度忘れするもんなー。いや甘酒に対する熱意はすごいからな。サクッと作ってサクッと出かけよう。まず麹菌を育てるためのインキュベーターを作る。菌インゴットとカルセドニー、レッドストーンで、飛行チェッカーを作る。次に鋼インゴットと木の回転子で、鋼の回転子。あとはサスインゴットとガラスに今作った2つを組み合わせれば、インキュベーターの完成だ。え、こんな箱で本当に菌が育つの？これはかなり有能な機械らしくてな。温度、湿度、通気をそれぞれ好きに設定できるんだ。え、それってすごいことなんじゃ？うんうん。まあ試しに設定してみよう。あれ？何これ？なんかエラー出ちゃった。まあそういう日もあるよね。ということでもう一度。もしかして甘酒断念？え？嘘でしょ？よし、とりあえず次の作業に移ろうか。え、でもそれが使えないと意味ないよね？いやきっと使える。もしかして確認するのが怖くて現実逃避してる？まさかー。菌を育てるための培地を作るには、寒天と麦芽が必要だ。確か、寒天は海藻で作れるんだよね。そうそう。そして麦芽は小麦から作るからこれも回収していくぞ。あとはとっても簡単。鍋に水と小麦を入れて放置すれば。あれ？忘れてた。麦芽はウェットのところじゃないとダメなんだった。あれ？前もこのミスしたような。もしかしてインキュベーターのせいで動揺してる？いやこれはただの度忘れだ。それはそれで問題だけど。麦芽ができるまで時間がかかるからな。先に海藻を冷やして寒天を作っちゃおう。これもできないの？ねえ今回ポンコツすぎない？大変なことになったぞ。どうやら寒天は冷やすだけじゃダメらしく、湿度がドライじゃないといけないみたいだ。ブロックで変化させれないの？いろいろ対応ブロックはあるみたいだが、最も簡単に手に入りそうなブロックは、ソウルサンドとなっております。つまりネザーに行かないと。ねえねえ、これも確認不足だよね？おっしゃる通り。まあ、こんなこともあろうかと、ブラマ以上の溶岩を潰さずに残してあるんだ。じゃあまあネザーにはすぐ行けるってことだね。うんうん、さあ黒曜石に変えようか。まさかそれで水かけるつもりじゃないよね？いやワンチャン行けるかなと思って。ああ水が蒸発してる。やっぱりダメか。でしょうね。まあバケツも持ってきてるんだけどね。早く黒曜石回収してネザーに行こう。そうだな。
それじゃゲートはブラマイ城入り口のすぐ横に作るぞ。それにしても、まさかこの世界でもネザーに行く羽目になるとはな。まあ美味しい甘酒のためだからね。うん、だから頑張れる、って、え？なんかすっぽい派手だなぁ。まあ私が欲しいのはただのソウルサンド。危険な要塞とかにあるわけじゃないから楽勝だろ。きっと目の前にソウルサンドがあるはず。まあ地下に入り口作ったからね。ゲート保護には最適な場所だよな。あれ、そういえば、金防具着てきた方が良かったんだっけ？いやあれは 1.16 以降に実装されたやつだよ。じゃあ安心か。ソウルサンドは、全然見当たらないんだけど。それはまずい。弓がない。今ガストに襲われるのはすっごくまずい。ということで一時撤退。弓を取りに戻るよ。いやなんというか、もっと他にいいブロックがないかちゃんと調べてみよう。ここまで来て？ほら私のことだから、また調査不足ってこともあり得るだろ。果たしてこの時間は何だったのか。朗報だ。どうやらこの乾燥剤もソウルサンドと同じ効果があるらしい。おお、やったね。しかも紙と石灰だけで作れるんだよな。でももうちょっと早く気づいてほしかったな。ポンコツですまん。さてと、さすがに盲爆ができてるよね。まあさすがにね。よし、これで一歩前進。次はようやく寒天作りだ。まずは鍋を一つ回収して、乾燥剤を設置。おお、ドライになった。やったぜ。あとは海藻を鍋に入れれば。反応あり。甘酒が近い。あとは麦芽と寒天、水を鍋に入れれば。簡易培地の出来上がり。そしたらこの簡易培地で菌を捕まえるんだが、酵母の菌は作物ブロックに 25% の確率でいるらしい。おお、捕まえたのかな？残念これは換金だ。酵母じゃなかったのね。まあまだ培地はたくさんあるからな。同じ要領で菌を回収していこう。果たして酵母はゲットなるのか。手に入ったのは新菌と。やった、酵母だ。でも例のインキュベーター動くのかな。問題はそこなんだ。多分クラッシュはするけど設定はできてるはずなんだよな。じゃあ3回は再接続しないといけないね。うんうん。ということで無事適正環境に設定できました。あとは成長するまで時間がかかるみたいだから、のんびりブラマイでもしようと思うよ。さあ、麹菌は育ってるかな？おお、培養1日目になってる。じゃあまだ時間が必要みたいだな。そういえばまた風の便りが届いてたんだけどさ。前回マリサが最初食べなかったのって、毒味じゃないよね。いやそんなわけないだろ。ほらちゃんと否定してるし。いやすっぽい動揺してるんだよな。そんなことないよ。そろそろいいか？おーおー、なんかいる。酵母、御堂邸？どういうことだろうな。お、やった、麹菌だ。ということは全部使い切るぞー。なんかいろんな麹菌になったな。確か甘酒に使うのは日本酒のやつだよね。そうそう。そしてもう完成間近。あとは原木と木綿布を合わせて醸造樽を作り、通気がノーマル以下の室内に設置するぞ。おお、反応あり。でもかなり進行遅いね。ちなみに今これ5倍速中です。嘘でしょ？これだけ手間をかけてるんだ。さぞかし美味しいに違いない。さあ、ついにここまでやってきたぞ。あとは、水と今作った米麹を合わせれば。完成だ。おお、やったね。いやー本当にここまで長かったなー。さあどんな見た目かな？おお、これぞ甘酒。なんか前作ったくず湯と同じじゃない？いやいやいや、簡単に作れるくず湯と同じわけないだろ。じゃあくず湯を横に並べてみようよ。うん。ということで仕方なく前作ったくず湯を持ってきたぞ。でも絶対甘酒とは違うんだから。これ同じだよね？違う。でもほぼ見た目一緒だし。絶対に違うんだから。ほら見て、湯飲みの色はもちろんだけど、液体の純白さが全然違うだろ？でもそこだけしか違いがないんだよな。じゃあ、霊夢は甘酒が飲みたくないってことでOK？そんなことは言ってないよ。仕方ない。私だけ温泉で甘酒いただくか。ごめんなさい。というかまだ温泉見つけてないでしょ。何言ってるんだ？甘酒はできたんだよ。もう温泉に使って甘酒飲むまで帰ってこないんだから。ごめんって意地張らないで。待っててね、温泉と甘酒。さあ、選択の時だ。君たちは、ここにある二つの飲み物のうち、どちらかを選ばなければならないんだ。
と、どちらかって、どちらも同じに見えますけど。ちょっと老眼には厳しいですね。ねえ、やっぱり村長都市言ってるよね。まあ、安心してくれ。たとえ外れを引いたとしても、別に害があるわけじゃないんだ。ただちょっと美味しさに差はあるけどね。村長、どうします？京介です。今それ言いますか？まあお互い目の前にあるものでいいのでは？二人の回答は出揃ったな。それじゃ、答え合わせだ。見事当たりを引いたのは、ドキドキ。ワクワク。どっちですか？正解は先生が選んだ方だ。じゃあ私は。村長は残念ながら外れだな。京介ね。ああごめんごめん。まあたまにはこういうくじ引き感覚っていうのも面白いだろ？はい、たまにはいいですね。ちょっと心臓に悪いですけどね。あははははふふふふ。くず湯が外れみたいになってるけど、ちゃんと美味しいんだからね。はい、その通りです。さてと、前回はかなりのポンコツっぷりを発揮してしまったからな。今回は気を引き締めていくぞ。おお、いい心がけだね。それで、早速何やってるの？これは温泉に浸かりながら食べるお供を作ろうと思ってな。なるほど、じゃあそれ作ってから出発だね。ということでまずは小豆あんこを作るぞ。そうそう、あんこをもう少し作ってる間に説明を。前回使った乾燥剤についてだが、これについてもバッチリ調査済みだ。ふむふむ？使用すると色が変わってドライ効果がなくなるんだけど、どうやらかまどで精錬すればもう一度使えるみたいなんだ。反応は、ないけど？え？あれ？おかしいな。ちゃんと確認したんだけどな。ほらほら、使い方では精錬してるだろ？あれほんとだ。もしかしてかまどの不具合か？試しに肉でも焼いてみるか？いやかまどの不具合なんて聞いたことないんだよな。よし、すかさず乾燥剤を。ねえ、どうして？なぜだ？私の何が一体ダメなんだ？ねえ、なんかこの乾燥剤青くない？え、青い？これは使用済み乾燥剤。で、私が今持ってるのが。まだ湿ってました。バッチリ、確認。まさかこんな罠があるなんて。ただの確認不足でーす。とりあえずこれはここに置いて、使用済みになるまで待とう。これ今回もポンコツかな？気を取り直して、今回作るお供にはシナモンを使うぞ。おお、公益承認限定食材だね。でもシナモンって好き嫌い分かれるイメージ。だから今回作るものは苦手な人もいるかもね。作り方は鍋に水を入れて、砂糖、お米、小豆あんこにシナモンを合わせる。すると生八つ橋の完成だ。え、これ苦手な人いるの？まあ香りがダメな人はいるだろうね。あともう一品作るために、今回もお餅を焼いていくぞ。まさかパフェじゃないよね？さすがに別の料理かな。さあいよいよラストスパートだ。あとは今焼いたお餅と、小豆あんこを組み合わせれば。組み合わせれば？ぼた餅の完成。ぼた餅？まあおはぎみたいなものだ。おお、それは美味しそうだね。どうだ、美味しそうだろ？ちなみに黒い器は白い雪に映える予定だ。わあ、意識高いなー。さてと、出発前に乾燥剤の確認だ。お、青くなってるね。ということは使用済みになった？おお、バッチリ。さあ、乾燥剤の謎も解けたことだし、そろそろ温泉探しに出発だ。甘酒とぼた餅たち忘れないでね。さすがに忘れるわけないだろ。だって前回からポンコツムーブだったから、あれはたまたまだ。さてと、今日は温泉見つけるまで帰れないからな。気合を入れてくぞ。案外さっと戻ってきそうだけどね。例えば死に戻りとか、縁起でもないこと言わないで。なんだかんだでパート10から探していた温泉。ようやく準備ができたマリサたちは、寒い時にあると言われている温泉を探しに、今回も北へ向かうのであった。果たして無事見つけることができるのか。それじゃ北の雪原に向かうんだけど、この前こんな風の便りが届いたんだよな。木の実は右クリックで取れると思います。え、あの梅簡単に取れるってこと？これ前回結構硬かったんだよな。簡単に取れた。しかもこれ、また実がなったら回収できそうだね。これはすごい情報だ。楽しい、回収が楽しいぞ。温泉探しは？あと上ばっかり見てると危ないよ。あはは、大丈夫大丈夫。ねえ、行ったそばからなの？だってまさかこんな平原に穴があるとは思わないだろ。あー、間抜けないずら。痛い。
くそ、しかも中途半端に浅いじゃないか。これじゃネタにもできないな。いや十分ポンコツムーブだよ。さあそろそろ真面目に温泉探しだ。そういえば、温泉についてマルヒテクの頼りが来てたなぁ。マルヒテクだと？ダンジョンで癒しをかいた後に入る温泉は格別ですよ。ああ、うん、そうだね。ということはやっぱりあのダンジョンに先に行かないと。いやこれはマルヒテクじゃなくて根性論じゃないか。でも雪原は前回も探索してるし、もしかしたらダンジョン近くの方があるかもしれないよ。まあダンジョンの中も気になるから、寄り道するのはいいかもね。入り口くらいならまだそんなに敵も多くないだろうし、ちょっとは安全だろうからな。その入り口でこの前逃げ出したけどね。ああ、あれはたまたまだ。ということ？どうやらこの前の敵はいないみたいだな。じゃあやっぱり少しだけ入ってみようよ。そうだな。ねえ、ここなんか湯気出てるんだけど、温泉だー。これが温泉？だって色も普通の水と違うよね。待って、この前全然気づかなかったんだけど。いやーそれにしても、思ったより簡単に見つかってよかったね。いや、うん、まあそうなんだけど、こんな場所じゃくつろげないよね。まあ、正直、いつ襲われてもおかしくないよね。やっぱりそうだよね。くそ？せっかく温泉見つけたけど、あそこのやつには入らない。きっと他にも温泉はあるはずだ。絶対見つけ出してやるー。とは言ったものの、まず水源がそんなに見当たらないんだよな。あ、子連れの白熊さんだ。危ない危ない、あの子たちには近づかないでおこう。おなんかあそこ火がついてるぞ。キャンプ、ファイヤー、それに鎌倉みたいなものもあるね。きっとあそこにはお宝があるに違いない。全部私がいただこう。なるほどそういう感じね。バッチリ先客がいるね。しかもまた楽しそうに談笑してる。まあまあまあ、でも多分スケさん4人だろ。それなら余裕で勝てるだろ。幻の5人目が現れたんだけど。ちょっと大きいね。ちょっと、これはどう見ても規格外じゃないか。斧も盾も大きすぎだろ。あでも、宝箱の中身が気になるんだよな。あ、もう気づいちゃいました。出直してきまーす。さすが逃げ足は早い。どうやら表に5人、鎌倉の中に1人いるみたいだな。じゃあ、やっぱり鎌倉の中にもお宝が？うん、その可能性は十分考えられるな。それにしても大きいなぁ、どれくらい強いんだろうな。ちょっと戦ってみてよ。ちょっとだけだぞ。いやそれは不意打ちなんだけど。当たっちゃった。まあこの距離なら平気。なんでどうして？そりゃリーダーが攻撃されたら怒るでしょ。クソ、なんてチームワークなんだ。でも私には遮蔽物がある。断然こっちが有利な。怖い怖い怖い。ぐいぐい来たね。いやこんなの反則だろ。だが、まだまだだな。私の真の目的は、君たちじゃなくチェストの中身だ。なんて卑怯なんだ。賢いと言って、というか大したお宝入ってないんだが。そりゃ大事なもの外に置かないでしょ。じゃあこっちか。あれもう一つの方か。いや食べ物ばっかだな。全然お宝っぽいものないんですけど。食べ物は宝でしょ。だってこんなボスみたいな人がいたら、すごいものあるかもって思うじゃん。ということで温泉探しに戻ろう。結局戦わないのね。理想としては、こういう林の中にあってほしいんだけどな。まあここなら安全だもんね。というか体力結構減ってるよ。なんで回復しないの？これにはちゃんと理由があってだな。どうやら温泉に入れば体力が回復できるみたいなんだ。まさに癒し効果ってこと？そういうことだ。あの湯気は？やった、見つけたぞ。これが温泉だ。まあ見つけたのは2回目だけどね。よし、ダンジョン前のはカットしよう。しないよ。これだよこれこれ、まさに理想的な場所にある温泉だな。よし、それじゃ早速入ってみるか。果たして温泉の癒し効果とは？ふむふむ、お湯加減どうですか？暖かくて気持ちいいぞ。ただ体力は回復しないんだよな。本当に体力回復するの？またマリサの確認不足じゃなくて？まさかね、公式にそう書いてあったんだけどな。まあ別に体力回復しなくても、この温かいお湯に浸かって甘酒飲めれば満足だけどね。まあそれが目的だもんね。ということで早速盛り付けだ。そして最後に携帯機を置いて、衣類を置くバスケットも。ということで温泉満喫セットの完成だ。いやいやちょっと待って。これ、明らかにゲームボーイだよね。しかもだいぶ古いやつ。いやいや、これは最新ゲームを白黒で遊べるハイテク機器なんだ。いや最近のゲームはフルカラーでしょ。白黒もなかなか味があっていいんだぞ。それにこれは今流行りのゼルダが遊べるんだ。ギャキンが？いや夢を見る島だけど。ねえやっぱりただのゲームボーイだよね。いやこれ本当に面白いんだって。それは知ってるけど。ということで、ゲームをしながら温泉で甘酒を飲むぞ。はい最高。ゲームボーイ壊れちゃうよ。
ここまでの道のり、ほんと長かったな。でもおかげで絶景のこの場所で温泉に入れて大満足だ。それには同意。あと一つ気になることがあるんだけど、聞いてもいい？うん？私のここに置いてある飲み物、甘酒じゃなくてくず湯だよね？いや、それはくず湯に似てるが甘酒だ。あ、そうなの？いや、甘酒じゃなくてくず湯です。ほら、やっぱりね。はあ、やっぱりくず湯より甘酒だよね。冬は温めて飲んで、夏は氷を入れて飲んでも美味しい。しかも飲む点滴って言われるほど、いやーなんて万能な飲み物なんだ。お、マリサが帰ってきたのかな？ふふふふふ、え、ちょっと怪しいなー。いやー、すごいもの作ったぞ。すごいもの？そうそう、まあ見ててくれ。これは、ブラウン管テレビとゲームキューブ？あとまたアウトな人形だな。というかこれ、ケーブルはどこに繋がってるの？細かいことは気にするな。あ、やっぱゼルダは最高だよな。それ古いけどね。そういえば、昔のゲームって難易度高いよね。いや、ピアキンも結構頭使うぞ。悪戦してるんだね。さてと、ゲームもほどほどにして出かける準備だ。おお、もう雪のダンジョンに向かうの？珍しくやる気満々だね。いや、大木ダンジョンに向かう準備だ。あ、なるほど。というかなんで今更？ダイヤ装備でも大木ダンジョンで苦戦したからな。雪のダンジョンでは防具にエンチャントしていきたい。そしてあそこには、エンチャントレベルを上げるのに必要な本棚がたくさんある。それをシルクタッチで回収したいんだよね。なるほど。で、今はシルクタッチが出るまでステインチャしてるってことね。うんうん、でもなかなか出ないんだよな。それ、レベル足りてないんじゃない？嘘でしょ？こんなにステインチャしたのに、私は信じない。そんなマリサのために、今回はこの方の力を借りましょう。これは最近話題の AI のやつか。そうそう、それじゃ早速聞いてみよう。マイクラのシルクタッチは、レベル1のエンチャントテーブルでもつきますか？さすがにそんなすぐ回答できないだろ。いえ、マインクラフトのシルクタッチエンチャントはレベル1のエンチャントテーブルではつけることができません。しかもすっごい詳しいな。よし、シルクタッチをつけるために大木ダンジョンに行こう。あー、また今回もポンコツなのか。ということで大木ダンジョンに向かうんだけど、大木にいたお猿さんを倒すと、特殊な武器を落とすって風の便りが来てたんだよな。おお、それはすっごい気になる。でもあれはマスコットなんだ。倒すわけにはいかないだろ。まあ、そうだけど、ただ戦いたくないだけなんじゃないの？まあそれもある。なんだただの臆病か。そんなことより今はシルクタッチだ。急いで地下のエンチャ部屋に行くぞ。そういえば、ダンジョンクリア前には木潰ししたから、他のモブは湧いてないっぽいね。うんうん。さああとはシルクタッチが出るかどうか。それは大丈夫だろ。ここならマックスレベルでエンチャントできるからな。マリサの引きの方を心配してるの。あ、なるほど。いやあさすが私、無駄な心配させてしまったな。ちゃんと失敗してる証拠も残ってるけどね。それは見ちゃダメ。さあこのシルクタッチで本棚を大量に回収だ。はい、ということで、短時間で86個の本棚を回収できたぞ。もうここでエンチャしていけばいいのに。それじゃ早速エンチャント部屋を作るぞ。あれ、そういえば、私たちの寝るところは？いやーなんというか、結構この洞窟がたかり拠点気に入ってるんだよな。木じゃなくて石の壁っていうのもそうだけど、こんな風に拡張性があるのも便利だし、最初に建てたから愛着もあるし。新しく家建てるのめんどくさいし。そうそう、いや違うよ、本当に違うよ。否定すればするほど怪しいんだよな。まあそういうことでとりあえずしばらくここが寝る場所だ。あとは戦いが有利になるエンチャントをつけたいよな。でもマリサもう経験値少ないよね。そうでした。ああ、最初のステインチャしてなければな。まあ誰しも間違いは犯すものだ。それはそうだけどね。実は霊夢も前に間違えてることがあるんだぞ。え、そうだっけ？まあこの交易商人のことなんだけどね。それがこれだ。パート13で取引できるようになった緑のリング。これは近くのドロップアイテムを集めるだけの効果なんだけど、霊夢はなぜか幸運効果と勘違い。あれほんとだ。ごめん、なんで幸運だと思ったんだろ。気にするな気にするな。間違いは誰にでもあることだ。いやどさくさ紛れで何取引してるの？あ、間違えちゃった。わざとらしいな。まあ誰にでも間違いはあるものだ。いやこれはわざとでしょ。しかも今経験値ジェム使ったよね。細かいことは気にするな。さあこれでエンチャントできるぞ。計画的犯行。
ということで防具のエンチャントが完了。何をつけたらいいかわかんなくて、頭以外にダメージ軽減をつけてあるぞ。これで楽になればいいね。というかこれは何？ダイヤの剣じゃないよね？そうそう、これはカルセドニーで作った剣だ。その名も玉髄の剣。え、これ結構強くない？これがみんながよく知ってるダイヤの剣だ。攻撃速度も攻撃力も、玉髄の剣より弱い。で、こっちが玉髄の剣。攻撃速度発射、もうこの剣だけあればいいんじゃないの？と、思うじゃん。この剣耐久力が全然ないんだ。あ、それはちょっと残念すぎる。まあそれでも簡単に作れるし、ここ一番って時には役に立ちそうだろ？そう、例えば、死にそうな時とか、その時が来ないといいね。それじゃダンジョンに行く前に、今日の料理に使う材料を回収しようか。さあ今日はどんな料理を作るのかな？ダンジョンは気合を入れていかないとだからな。今日の料理は上がるものにする。上がるもの？まあそれはお楽しみだ。あと今日は油を使うからオリーブの実も回収。確か、石臼を使えば植物油になるんだよね。うんうん。で、その石臼なんだけど、カフェ裏に水車を使って設置したぞ。なんか回転早くない？うんうん。仮拠点側のは風車が動力だけど、なんか明らかに水車の方が早いんだよね。これは一目瞭然。それじゃまずはオリーブから石臼にかけるぞ。え、爆速なんだけど。はい、水車最高。これは作業がはかどるな。それじゃ材料も揃ったことだし、早速今日のご飯を作っていくぞ。上がる料理楽しみー。任せなさい。それじゃ冷蔵庫に保存してある材料を出す。お肉とかお魚とかこっちに移動させたんだね。うんうん。と、調理前にこの流しについて、これ、ただ見た目が好きで設置してたんだけどさ。なんと無限水源だったんだ。めちゃくちゃ便利だったんじゃん。いやー、これ知った時はかなり驚いたよね。だって川から調達してたもんね。はーい。まあ嬉しい発見もしたところで料理始め、まずは鍋に油を入れて、豚肉と小麦粉、卵を入れてあげる。するととんかつの出来上がり。さらに手長エビと小麦粉、卵を入れてあげれば。エビフライの完成。うわ、どっちも美味しそう。次に付け合わせのスープを作る。鍋にスープストックと卵、海藻を入れて煮込めば。卵スープの完成。あとはいつも通りお米を炊いて。いつも通り緑茶を注ぎます。確かにいつも通り。いやー、美味しそうだよなこのエビフライ。衣の揚げ具合最高。あと尻尾も可愛いね。エビフライが最高に美味しそうだが、今回私はトンカツを食べないといけない理由があるんだ。きっと大したことないんだろうな。今日は気分を変えて畑のそばで食べるぞ。本当の理由は？もちろんサムネのためだ。うん、そうだと思ったけどね。ということで本日のメニューは、トンカツ&エビフライに、ご飯と卵スープだ。あと使い回しの緑茶ね。あ、そうだな。で、トンカツを食べないといけない理由って？そりゃあもちろん決まってるだろ。あのダンジョンのモブたちに勝つためだ。あ、予想的中だった。まあ私はエビフライが食べたかったからいいんだけどさ。そういうのって普通ダンジョンのボスと戦う前に食べるものじゃないの？もちろんそのつもりだが。え？次回でダンジョン攻略するぞ。みなむちゃな。いけるいける。さあ冷めないうちに食べようか。大木ダンジョンに3パートくらいかかったの忘れてる？さあ、無事ダンジョンをクリアするために、パーッとトンカツを食べようじゃないか。ああ、うん、プラシーボ効果って大事だよね。よし、それじゃあいただこう。いや、お箸大きいな。気のせい、細かいことは気にするな、でしょ？そう、その通り、よくわかったな。もう口癖だからね。いや、美味しかった。衣がサクサクで最高。あれ、霊夢食べないのか？私が代わりに食べようか？いや、今から食べるから、マリサと違ってゆっくり食べたいの。あ、なるほど。さてと、雪のダンジョンに行く前に一つ確認したいことが。確認したいこと？そうそう、まあこの風車についてなんだけどね。この間こんな風の便りが届いたんだ。西向きに設置すれば早く回りますよ。え、方角で速度変わるの？私もびっくりしたんだけど、言われてみたら今まで見つけた風車小屋は全部西向きに設置されてたんだよな。確かにそうだったかも。まあそれでも、水車の方がトルクは出るらしいんだけどね。
でも遅いより早い方がいいに決まってる。うん、そういうこと。ということで修正は完了だ。これが修正前の速度だ。やっぱりこれは遅いよね。そしてこれが修正後だ。あれ？早く、なってる？なってます。風車を見比べると分かりにくいかもだけど、石臼の回転速度を見れば結構わかるぞ。あ、ほんとだ。右の方がやっぱり早いね。これでこっち側の石臼も使いやすくなったな。まあ見た目はちょっとだけ悪くなっちゃったけどね。見た目はもともと悪いだろ。あ、自覚あったんだ。よし、それじゃ雪のダンジョンに行くぞ。忘れ物ないよね？大丈夫だよね？防具はもう装備してるし、武器も食料も持ってきてる。それに今回は盾の予備もあるからな。負ける要素がどこにもないくらい完璧だ。その油断が一番良くないんだよな。お、見えてきた見えてきた。さあ今回はボスの顔も見てやろうか。ん？こんなところにも温泉が。あ、ほんとだ。結構いろんなところにあるんだね。そうそう、前回温泉見つけた時、甘酒に夢中でブロック回収するの忘れてたんだよね。そう、私はクズ湯だったしね。あ、忘れてた。忘れないで。ふむふむ、これは湯の花っていうのか。石臼や野源で硫黄の粉ができるみたいだけど、これ使い道あるのかな？どうやら弾薬の材料になるみたいだな。おお、いいね。まあダメージはないみたいだけどね。あ、それは残念。きっと他にも使い道はあるはずだ。それもそうだね。無事ブロックも回収できたことだし、これでダンジョンに専念できるな。私にはわかる。あそこにボスがいる。多分みんなもそう思ってるよ。よし、それじゃ乗り込むぞ。さあかかってこい。いやいやいや、その剣ピンチの時に使うって言ってたよね。ピンチにならないことが大事だ。いやそうだけど。さあさあ敵さんはどこにいるかな。おっと盾がはみ出ちゃってますよっと。な、なんて卑怯な立ち回り。でもなんか上から弓で撃たれてるね。つまり相手の方が卑怯ってことだな。それなら私は正々堂々射兵物から撃たせてもらうぜ。正々堂々とは、というか玉髄の剣使ってないじゃん。まあ遠距離戦だったからね。近距離でも使ってないけど。なんだこの進捗。直訳すると、あまりフレンドリーではない。もしかして今のでボスが怒ったとか、誰も倒さず登れば争わずに済んだのか、どうなんだろう。でも一人も倒さずに進むなんて無理だろうから、結局平和的解決はできなかっただろうね。じゃあもう攻略は諦めて、立ち入らなければよかったよね。でもほら、村人さん捕まってるかもしれないし、助けてあげないと。それも諦める方向で。聞こえてるからね。さあ登っていこうか。おっと早速弓構えられてるな。だがしかし、私は盾持ってるんだよ。残念だったな。華麗な空振り。今度こそ、覚悟せ、この人たちすっぽく卑怯ですー。これはいい勝負。それは卑怯の度合いじゃないよね。ご想像にお任せします。ちょっと、おい待てよ。これさ、私が攻撃しなくても仲間内で自爆してくれるんじゃない？いやいやまさかそんなわけ。あ、いけちゃいそうだね。そうだよね。普通のスケさんと違うのは、やられてもやり返さないことかな。上と下から挟まれてなんて理不尽なんだ。これが中間管理職の現実か。リアル社会勢力図にしないで、正々堂々戦って。そうしたいのは山々なんだけど、勝手に間に入ってくるんだもん。もうこれは仕方ないよね。聖女様引退案件。やっぱり敵が多いな。しかもこんな狭いところで戦わないとなんて、下に落ちないようにね。そうか、そういうことだったのか。落としてしまえばオッケー。倒さないってこと？そういうことだ。ナイスアイデア。後で困りそうだけどな。おお、こんなところにも鎌倉が。しかもベッドにかまどにチェスト付き。今回はちゃんとお宝っぽい中身だな。だから食料もお宝だって。ふふ、このダンジョンはもう見切った。全員下に下ろしてしまえば登るのは簡単だ。でもここはちょっと広いし崖に追いやれないね。落とせないなら、落とせるところに回り込めばオッケー。いやさすがにここだと厳しいかな。これはだいぶ不利な状況。ダメージ軽減ついてなかったら厳しいね。確かに。じゃあやっぱりさっきの小道に誘い込んで。むしろマリサが崖に追いやられてる。いやいやさすがにそんなわけ。絶対だー。クソ覚えてろよ。だからちゃんと倒せばよかったのに。ふう、ひどい目にあったな。ちゃんと戦ってたら問題なかったと思うけどね。ここは、なんだ？ハウリングピークイン。インってことは宿なのか。村人は？村人はここにはいないのか？ふんふん聞こえないもんね。村人はいなかったけどなんかリュック見つけたぞ。どうやらこれは装備するタイプなのかな？ということで装備してみました。ちゃんと見た目も反映されてるね。でもこれだと防具が装備できないんだよな。見た目はチェストで可愛いから嫌いじゃないんだけどね。
ということで先を急ごう。右は住居、左は要塞って書いてるな。やっぱりここは左の要塞から調べないとだよね。早速お出迎えだね。一匹なら余裕なんだぜ。追加入りまーす。まあ二匹でも大差ないよ。さらに追加でーす。いやそれはちょっと話が変わってくるんだけど。しかもよりによって盾持ちかよ。あとここじゃ崖落としもできないね。くそー？こうなったらヒーラーから倒さないとだな。でもヒーラーは基本後ろの方にいるんだよな。こうなったら一度宿まで戻るぞ。あれこんなところにアーチャーいたっけ？もしかして来た道じゃないとか？嘘でしょ。あーもう体力が少ない。あれはさっきの宿じゃないか？こんな場所じゃなかったような。それに入り口に看板もないよ。今はそれどころじゃないんだ。やだー。待て、落ち着いてくれ。マリサだね。だってこの体力が目に入らないのか。このままじゃ死んじゃう。せっかくトンカツ食べたのに。そうだった。私はこんなところでやられるはずがない。誰だ次回クリアするなんて言ったのは。誰だろうねー。くそー？トンカツでも勝てないのか。もともと願掛けみたいなものだしね。ボス前に死んでしまったけど、とりあえずダイヤ装備作ってリベンジだな。無事アイテムも回収できたし先を急ぐぞ。そして安定の崖落とし。なんだこの装置。これはもしかして、大砲ってやつなのか？なんて危険なものを。でも同じ方向にしか撃てないっぽいけどね。確かに。じゃあほぼ飾りっぽいね。むしろマリサのおもちゃになっちゃってる？いやーどれくらい飛ぶのか気になってさ。おお、結構遠くまで届くみたいだね。これ結構楽しいな。でもダンジョンの進捗状況は半分くらいだよ。まあ焦ってもいいことないからね。それじゃ満足もしたことだし、探索再開といこうか。建物の雰囲気が変わったな。ここからが本番って感じか？なお作戦は変わっていない模様。だってこれが確実なんだもん。今にもボスが出てきそうだな。大丈夫まだ半分くらいだから。いやボスが頂上にいるとは限らないぞ。そう予想したのはマリサだけどね。そうでした。というかこの道せっまいな。今村人の声したよね。助けに来たぞ。なんかやばい声も聞こえたな。これ村人か？いや絶対違うな。なんだろうこの生物。とりあえず開ける。いや出てきそうだな閉めておこう。今明らかに四足歩行だったよね。どうやらここは牢屋みたいだな。村人さんの声もしっかり聞こえてきた。きっとこの牢屋の中にいるんだよ。もしかしてこの中か？ようやく見つけた。助けに来てくれたんですか？その通り。私が来たからにはもう安心だぞ。でもまだボスを倒せてないからここから出してやれないんだ。右側のレバー操作すれば出れる。大丈夫だ心配いらない。いや心配というか。トンカツを食べてきたからな。私は無敵なんだ。いやだからレバーを。安心して待っててくれ。ダメだ日本語通じない。ということで、今回はダンジョンの攻略できなかったけど、次回こそボスを倒して村人助けて無事拠点に帰るぞ。村人は今すぐにでも解放できるけどね。さあ気合を入れていこう。お願いレバー下げてー。私たち一体どうなるんでしょうか。どうもこうもありませんよ。あの黄色い人に日本語が通じない以上待つことしか。じゃああの方が無事ボスを倒すの祈りましょう。そうですね。でも多分あの人苦戦すると思う。そんな。さあ探索の続きと言いたいところだけど、この生物が気になる。これはなんだろうね。犬のようなゴリラ。いやゴリラじゃないよね。とりあえずもう少し近くで見てみよう。出てこないよね。大丈夫だ。ただやっぱり敵対はしてるよね。きっとボスのペットなんだよ。なるほど。ちょっと珍しいから倒さないでおこう。戦わないんだ。実は防具の耐久値が心配なんだ。これ以上無駄なダメージは負いたくないからな。さてと、他には何もないのかな？これはなんだ？ちちちちちち、なんだよこれ。これは、きっと罠だね。罠じゃない可能性なんてあったの？マグマブロックの上はしゃがめばオッケー。ナイス。まあこれくらいはマイクラやってたら常識だ。すごい動揺してるな。よしここからは慎重に行こう。また何かありそうだね。今度は絶対落ちないんだからね。絶対何かいるよね。暗くてよく見えない。
もしかして村人？いや、こんなサイズの村人いないだろ。でもどう見ても罠にはまってるっぽいよな。え、つまり同士ってこと？じゃあ敵じゃないかも。いや、どう見ても大ガとかタイタンとかだろ。いや、まだワンチャン。絶対ない。というか危ないな。先に落ちたのが隣のマグマブロックでよかった。ぜひ戦ってみてほしいけどな。まあ今度やれたらやるよ。それやらないやつだよね。あと、また風の便りが届いたぞ。TNT を使って攻略すればなんとかなるんじゃないの？ああ、なるほど。そういえばこれスルーしちゃってたね。でもどっちみち回収できないんだよな。あ、いやでも、回収はできなくても着火はできるんじゃない？え、ほんと？うわ、ほんとにできちゃったよ。え、これくらい離れれば大丈夫？もっと離れないとダメ？すごい爆発。まあ体力的には意外と問題なかった。いや、何が起きたの？ TNT が爆発した、かな？いや、それはわかってるよ。なんで私死んでるの？なんか綺麗に浮き上がっちゃったね。なんでなの？これさ、もしかしてお便りにはめられた？いや、これは不運な事故でしょ。ですよね。はい、また戻ってきました。まあでも、爆破自体は耐えれたからオッケー。ナイスポジティブ。アイテムも無事回収できたし、ここからが本番だな。明らかに今までとは雰囲気違うからね。きっとボスも近いんじゃないかな。うんうん、間違いない。と思ってたんだけどな。しっかり門番がいるね。いや、ここ狭すぎ。動画的には良くないけど、戦いやすさはあるんだよな。これはいい戦法。さあ、いかにもな扉。きっとこの先にボスがいる。あ。え、ちょっと多すぎじゃない？結構いたね。ここじゃお得意の落下戦法も使えない。まあ新たに階段ハメを得得したけどな。すごい、本当にハメ技だ。よし、この調子で全員おびき寄せて戦おう。え、全員？嘘でしょ？私は本気だ。お、あれは。スケさんの頭だ。その上にエンドラの頭もあるぞ。これはボス倒した後の回収が楽しみだね。まあ使い道あんまないけど。その後も上を目指して登っていくマリサ。道中の部屋で待ち構えていたモブたちを階段におびき寄せ、またしても階段ハメで撃退するのであった。そして経験値が減ってるのは、逆に階段ハメをされて死に戻りしたからである。余計なこと言わないで。まあ2回ほどやられちゃったけどね。あ、結構やられてた。さあ、お宝チェックのお時間です。お、見たことない武器。どうやらこれは両手剣、なのかな？え？いや、片手で持ってるんだよな。どうやらこの武器には固有スキルがあるみたいで、広い範囲を攻撃できるらしいぞ。広い範囲？なるほど、爆発系か。意外と射程短そう。ということで実戦だ。威力は、どうなんだろうね。正直ノックバックもないし、ダイヤの剣の方が強い気がするんだよな。あ、ちょっと待って、まずい階段下に回り込まれた。これが噂の逆ハネか。いや、この両手剣で投げ払…あ、もうこの武器使わないかも。おお、また新しい武器だ。まさか、奥にあるこのハートの武器は、間違いないヒーラーの杖だ。これさえあれば回復し放題。あれ？多分それ自己ヒールはできないんじゃない？なんでなんだよー。頼れるのは自分だけということか。お、ついに空が見えてきたぞ。もしかしててっぺん近いんじゃないか？まあここ処理しないと進めないけどね。大丈夫だ、私には階段があるからな。え、ここまで誘導してきたの？当然だ。もうこれ以上死にたくない。ボスは無理だと思うけど。ということで処理完了。きっと残すはあそこにいるボスだけのはずだ。ここから姿が見えないってことは、ボスは別に大きくはないのかもね。でも結局大木ダンジョンのネクロマンサーもあのサイズで強かったから、大きさは関係ないんだよな。そして先手必勝。必要な。あれ？え、分身したんだけど？え、ほんと？見間違いじゃなければ、今確実に二人に増えた気が。いや、二人どころじゃないんだけど、確実に四人くらいいたね。多すぎー。どうやら深追いはしてこないみたいだな。なんか王様みたいな王冠かぶってたね。盾も豪華だったぞ。さすがキングってところか。にしても、これって絶対増えるのか？ああ、なんか増えそうですね。増えたー。こんなのどうやって戦えばいいんだよ。ダメだ。分身に気を取られて攻撃パターンがわからない。この雷もきっと攻撃だよね。なんだこの竜巻、吹き飛ばされたんだけど。お、でも今分身してないんじゃない？ほんとだ。とりあえず雷が怖いから中におびき寄せよね。まさかまた増えるつもりじゃないよね。まさか？ああ、また増えちゃったよ。こうなったら一時撤退。これ、勝てるビジョンが浮かばないんだが。ネクロマンサーみたいにゴリ押しってわけにもいかないもんね。お、ボスが消えたぞ。もしかして塔の上に戻っちゃった？それならもう一度引きずり下ろすまでだ。さあ、かかってこい。
これダンジョン攻略ってことでオッケー？全然オッケーじゃない。だってボス消えちゃったんだもん。ということでチェスト見てみようか。なんか強そうな武器入ってた。泥棒だー。いやー私も戦いたいんだけど、いないことにはどうしようもないんだよなー。でもほんとどこに消えちゃったんだろう。まさかここにはいないだろ。発見。見つけちゃったよ。あ、これ絶対増えちゃったじゃん。でも室内だから雷のダメージは受けずに済むね。そう、その通り。それを見越してここまで誘導してきたんだよね。物は異様だなー。あとなんかハメポイント見つけちゃった。もしかしてこのまま攻撃してれば勝てる？うん、まあそうなるとは思ってたけどね。よし、分身が消えた。つまりあなたがオリジナルってことだ。ええー、まさかね。おいおいおい、こんなの一生倒せないじゃん。ほらまた分身しちゃったよ。どうすれば。体力回復するたびに距離取ってたら、また部屋に戻っちゃうしな。かといってゴリ押しはできないし。もっと強い装備があれば。いや、さっきボスのお宝漁ってたよね。いや、こんなのじゃダメなんだ。ということで、雪のダンジョンはもう少し強くなったら挑戦しようと思います。まさかの攻略拒否。まあお宝もゲットしたから攻略はゆっくりでいいかな。絶対クリアしてね。もちろんだ。ちょっと。あれ？でも何か忘れてるような。まあ、次来た時でいっか。全然戻ってきませんね。きっと今大奮闘中なんですよ。あの人を信じて待ちましょう。はい、無事雪のダンジョン攻略しました。してない、あと村人も解放してないよ。あ。まあそれは次回で。忘れそう。とりあえず手に入れたアイテムはこんな感じ。また見たことないアイテムが増えちゃったね。そろそろ本気でアイテムの使い方調べないと。あと前回は料理できなかったから、今回は簡単にできて美味しいものをパパッと作るぞ。やった？今日もご飯なしかと思ったよ。本当はパパッとボスを倒して、豪華なディナーにする予定だったんだけどな。まあそれはまた今度ゆっくり作ろう。もうお腹ペコペコだもんね。それじゃ今日使う食材の、ソーセージと卵、パン生地を取り出すぞ。ソーセージなんていつ作ったの？これは前風車小屋でゲットしたやつだ。それ大丈夫だよね。あとは流しで水を汲んで。準備ができたら調理開始だ。まずは鍋に水を入れて、さらに皮を入れて軽く煮る。するとゼラチンの出来上がり。次にまた水を入れて、卵と砂糖、今作ったゼラチンを加えれば、マシュマロの出来上がりだ。マシュマロ、美味しそう。あと塩っぽいものがあれば最高なのに。ふふふ、そこでさっきのソーセージの出番だ。ソーセージパン、最高じゃん。あとさっきのマシュマロも食べやすくするため棒につけるぞ。あ、かわいい。あとはかまどでソーセージパンを焼いていく。ちゃんと生地が巻いてある。あー、これも美味しそう。いやーほんと、パンとソーセージの組み合わせって最高だよな。それは巻いてるというより乗ってるけどね。最後に飲み物だ。どうせまた前の緑茶でしょ？いや、パート9で作った紅茶だ。どっちにしても前のじゃん。さてと、今日はテーブルを設置して、カフェのベンチ席で食べるとするか。そういえばマシュマロはあのまま食べるの？いや、せっかくだからちょっと火で炙ろうと思うよ。え、マシュマロおっきいな。これは私もかなりの想定外だ。でもやっぱり焼いた方が美味しそうだね。ということで本日のメニューは、ビッグマシュマロとソーセージパンに紅茶だ。マシュマロ結構作ってたけど、おっきいから1個で満足できそうだね。そこまで大きくは感じないかも。いや、大きいよ。あ、やっぱりちょっと大きいかも。まあ味は変わらず美味しいはずだから。それはそうだけどね。それじゃ雪のダンジョンクリアを祝して、いただきまーす。だからクリアはしてないんだって。いやー、パンは焼きたてに限るな。ということでいただこうか。ねえ、村人解放のこと忘れてないよね。おーい。この声は。いやー、ダンジョンからの帰還、ご無事で何より。あ、ありがとう。でも先にパン食べていい？もちろん聖女様のことだ。今回も私の仲間を助けてくれたんですよね。いや、それが実はまだない。レレレ、霊夢ご飯食べないのか？食後のデザートあげるよ。大丈夫、村長安心して。そうだ、安心して待っててくれ。いや、長介ですけどね。しかしさすが聖女様、
またしてもボスを討伐してきてくれるとは、おかげで安心して生活できます。ああ、手伝いしてごめんなさい。ふう、久しぶりにまったりできるな。やり遂げた感出してるけど、前回逃げてきただけだからね。いやだってあれは勝てないでしょ。頑張って攻撃してた標的が分身だったんだよ。あれは強力な武器やアイテムがないと厳しい。そしてうまい。よしマシュマロも食べちゃうぞ。装備整えたら絶対攻略しようね。もちろんだ。あと村人の救出ね。まあ今回はのんびりまったりしようよ。これ助けに行かないやつだ。さてとさてと、まずは畑でジャガイモの回収だな。ジャガイモ？今回ダンジョンでかなりのベイクドポテトを消費したから、補充しないとな。ポテト補充した後は何するの？またダンジョン探し？いや、ちょっとダンジョンはお腹いっぱいだから、今回は本当にまったりのんびりしたいな。この間レシピ見てたら、ちょっと気になるアイテムがあったんだよね。材料も簡単に集めれそうだし、今回はそれを作ろうかな。へぇ、なんなんだろうな。いや寝ちゃってるし、ちょっと、ちゃんと日の番してないと。大丈夫だ。ちゃんと横目に終わるの見てるから、それ角度的に見えてないよね。材料集めに行く前に、これまでに手に入れた武器の使い方を確認するぞ。でも武器の説明って英語でわかりにくいんだよな。それがなんと、有志の方が日本語化してくれてたんだ。言われてみたら武器の名前が日本語に。ちなみにこれは両手剣みたいで、片方の手に別のアイテムを持つとモヤモヤが出てしまうんだ。ほんとだ、これってデバフだったのか。うんうん、どうやら移動速度が 5% ほど低下するらしい。あとスキルを使おうとすると武器の構えも変わるぞ。おお、確かにこれは両手剣だ。まあ弓の構えと同じだけどね。それは言っちゃダメ。マリサは今何をしてるのかな？ちょっと距離感の調整を。ねえ、私で試すつもりじゃないよね。大丈夫だ、任せてくれ。何を？さあ、行くぞ。あれ、ちょっと遠かったかな？ということでもう一度。近い。当たらない。だと？え、もしかして無敵なの？あ、よかった当たった。全然良くない。ごめん。ふざけるのはやめて別の武器を見てみようか。これも雪のダンジョンで手に入れた武器だ。フックショット？だと？まさかあれができちゃうの？うん、その通りだ。え、すごすぎない？あともう一つ気になるのがこの羽だ。どうやら説明文を読む限り、落下ダメージを無効化してくれそうなんだよね。ということで早速試してみよう。多分高いところから落ちれば効果が見れるはず。なんか耐久値減ったんだけど。え、この段差のせい？多分、さっきそこからちょっとジャンプして落ちたもんね。嘘でしょ？まあとりあえず高いところから落ちれば効果がわかるはず。いや今のじゃちょっとわかんないな。私もそう思う。こうなったら強行手段だ。え、それ失敗したら死んじゃうよ。なんかもう慣れちゃったんだよね。あ、そう？それじゃ飛ぶね。お気をつけて。これ最強アイテムなのでは？もしかしなくても、フックショットも神なんじゃ？あ。なにこれ楽しい。これはまさしく立体起動装置。片手空いてるけど、剣でも装備しとくか？一体何をそぎ取るつもりなの？さあ、これで落下してもダメージないはず。あ、うますぎて登りきっちゃった。たまたまでーす。ということでテイク2。はい、大成功。いやー面白い武器手に入れたな。でもこれがボス討伐に役立つとは思えないな。いやこれはおもちゃだから。あ、なるほど。さあ、今度はアイテムを探しに行くぞ。例の気になってるレシピの？うんうん。あと砂も必要だから、前に見つけたサライ方面の砂漠に行くぞ。あ、キノコだ。ちょうどよかった。今日のレシピにはキノコも必要だ。マジか。でもまあ、料理に使えるかもだな。回収しとこう。絶対使わないでね。あれ、砂漠は目の前なのに、なんで地下に行こうとしてるの？ここの下に光るキノコが生えてたんだ。それを回収しにな。それまた毒キノコじゃないよね。大丈夫だ。これは作りたいアイテムに必要なものだから、料理に入れたりはしないよ。さっきのも使わないでね。うん。やった！あとは砂とサボテンを回収。ああ、やっぱり出たー。でも、相変わらずダンジョンっぽいもの見当たらないよね。そうなんだよ。だから余計に怖いんだよ。こうなったら早々に回収して拠点。立派なオアシスだね。ダンジョンだー。いやー。なんだこれ、水中なのに松明がついてるぞ。いかにもダンジョンの入り口って感じ。そうだね。仕方ない。ちょっと入ってみるか。なんだ、水は表面だけだったのか。ああ、そういうことか。
慎重に慎重に、なんたって今回はまったりするつもりだったから、防具持ってきてないんだよね。まあ入り口は比較的安全だから、これまでのダンジョン覚えてる？入り口で撤退してばっかりなんだけど、でも今のところは安全だし。むむ、早速お宝、トシケさんもいるね。まあ一人ならさすがに勝てるだろ、とりあえず部屋の中からおびき寄せ。え、待って、ドア閉まっちゃったよー。マリサ、それじゃがいも。あ、危ない危ない、死ぬとこだ。うん、危なかった。お帰りなさい。ふぅ、ようやく戻ってこれた。え、まさか手ぶらできたの？だってこれ以上進む気ないし、回収するだけだからな。というかスケさん消えた？じゃあお宝もついでにもらって帰ろ。ちょっと、隠れてるなんて卑怯だ。まったり、のんびりかい？うん、その通り。どこが？よし、もうここに用はない。急いで引き上げるぞ。まあそのうち来ることになるけどね。さああとは砂を回収して。って、あれは？おお、やっぱりクジャクだ。真っ白で綺麗、モブコンもあるんだし連れて帰ろうよ。うん、そうだな。そういえば、ハムちゃんたちのお家も建てないとだね。そうなんだよ。でもどこに建てようかまだ決めきれないんだよな。あとハリちゃんも探してあげて。ああ、そうだ、さあ。はい、今度は無事徒歩で戻ってきました。そして今は砂をガラスに精錬してるぞ。ということはガラスで作るアイテムなの？うんうん、これが入れ物になる感じだな。それじゃ焼いたガラスをこのように並べると、空き瓶ができる。あ、空き瓶？この空き瓶の中に土を入れて物を飾るんだ。あ、だからキノコ探してたのか。うんうん。それじゃ一つ目、瓶の中に草ブロックとシダを一緒に入れれば。シダのテラリウムの完成。おお、ちゃんと中に入ってる。どうだ？ちっちゃくて可愛くないか？可愛い、中が見えるし、蓋もあっていいね。ということであとサボテンと枯れ木の分も作るぞ。あれ、キノコの分は作らないの？キノコはね、まさかの草ブロックじゃできなかったんだ。それは残念。うん、思った通り可愛いな。キノコ入れた分も見たかったけどな。これをたくさん飾る場所作りたいなぁ。まあキノコはその時に。それじゃ村人の救出だ。あ、覚えてたんだ。あの、さすがに救助遅くないですか？そうですね。さすがの聖女様も苦戦してるんでしょう。でもきっと来てくれますよ。私たち、忘れられてないですよね。多分きっとおそらく。やだー、助けてー。どこだったかなぁ。手前だったかな、奥だったかな。あ、こっちはゴリラか。ということはこっちだな。いやー、待たせて悪かった。おう、今度こそ助けに。うんうん。さすが聖女様。まあボスはまだ倒してないんだけどね。え？というわけで急いでここから逃げよう。え、まだ倒してないってどい。消えた？何ですかそのモンスターなボールは。大丈夫、怖くないよ。だから安心して中に入ってくれ。いや怪しいし、誘拐犯みたいな言動なん。あー、よし、任務完了。誘拐かな？私はお腹が空いてるんだ。帰って超絶豪華な食事にするぞ。いや、それは攻略してからでしょ。だって時間かかりそうなんだもーん。ダンジョンの攻略、お疲れ様です。実はまだボス倒してないんだよね。そうそう。はい。だってボス強かったんだもん。村人はちゃんと連れ帰ったから、もう少し装備を強化したら、ちゃんとリベンジ予定だから。強い装備、ですか。確か前に古文書でそんな武器を見たような。その古文書怪しいんだよな。古文書によると、あるものが使えば即死攻撃となり、大会をも切り裂くことができる。その剣の名は、斬鉄剣。どうです？強そうな武器でしょう？いや、それオディンの武器だよね。新作かな？きっと強い武器ですよ。だって古文書の情報に間違いはありませんから。前間違ってたけどな。小倉抹茶って言ってたよね。そんなことありました？すごいなぁ。斬鉄剣、か。村長の情報によればすごい強い武器みたいだな。情報が正しいかはわからないけどね。だって即死攻撃は強すぎるでしょ？
とりあえずレシピで調べてみよう。おお、これだな。やっぱり即死攻撃じゃないね。でもダイヤの剣よりかなり強いな。攻撃力3倍。でもまた新しい素材が必要になりそうだぞ。工具工の刃は工具工インゴットとプレス加工機が必要みたいだ。また新しい道具だね。しかも工具工インゴットを作るためにはクロミウム粉末が必要だ。あれ、それって確か。そう、前に苦労した石臼で手に入るやつだ。ああ、またなのか。しかも今回は緑だけじゃなくて、赤と黒の大鉱石も必要なんだ。赤は雪原に行く途中で見たことあるけど、黒は見たことないから探さないとだね。うんうん。どうやら黒の鉱石はネザーにあるらしいから、サクッと見つけてこよう。その前に、こんな風の便りが届いてたよ。クジャク取った後ハムちゃんいたよね。マリサまさかハムちゃんに興味なくなった？ああ、これはきっと前回ハムちゃんが映ってたのに、私がリアクションしなかったからだな。そうそう、だっていつもうるさいくらい反応するからさ。甘い、甘いぜ、私が興味なくなるわけないだろ。当然ハムちゃんは保護済みだ。しかも3匹、安定の狂った愛情。ほっといて。いやー心配させてすまないな。ハムちゃんへの愛は消えることはないから、バッチリ安心してくれ。ダンジョンもそれくらいの熱意で。それは無理。はーい。それじゃハムちゃんへの愛も再確認できたことだし、鉱石探しに出かけよう。確か赤は初期リス近くにあったよね。うん、主に山岳などの鉱山にあるぞ。お、あったあった。でも大鉱石は少なめかな？まあここらは山岳ばかりだから、少し歩けばまた見つかるだろ。せめて20個は欲しいもんね。うんうん。よし、27個。結構取れたね。これだけ取れれば大丈夫だろ。ということで次はいつもの洞窟で緑の鉱石を回収だ。この前残しててよかったね。そういえば、色付き鉱石ってあと何種類あるの？今見つけてるのが赤、白、緑で、他には黒と青があるみたいだな。あと少しでコンプリートだね。ということで回収完了。14個か。あんまり取れなかったね。まあ緑の鉱石はこれまでにも何度か回収しちゃってるからな。さああとはネザーだ。ようやくあのゲートが役に立つのか。この前すぐ逃げたからな。なんで自慢げ？まあ細かいことは気にせずに、早速ネザーへレッツゴー。またすぐ逃げ出さないでね。今回は防具も弓も持ってきたからな。ガストが出ても安心だ。フラグ立てないで。大丈夫だ、問題ない。いや本当にいないじゃん。血にたがりかな？お、ネザーに花が咲いてる。よし持ってか。チチチチチ、なんか燃えたんだけど。もしかしてこの花のせい？か、火炎木、間違いないこの花のせいだろうな。まあ温度を変えれるのは便利だから回収。オーブンはマグマブロックでもいいんだけどね。あ、あでも、テラリウムにもできるみたい。おお、じゃあやっぱり回収だな。危ない危ない、テラリウムでテンション上がっちゃってたけど、目的は黒の鉱石だった。でもネザーってどこを探せばいいんだろうね。とりあえず手近なところから掘ってみよう。これは、赤と白の鉱石かな？うん、赤は赤の鉱石みたいだな。ただ黄色の方は白の鉱石じゃなく硫黄みたいだな。こんなところにも温泉要素が。赤と硫黄はわかりやすいけど、黒の鉱石はどこなんだ？今壊したの黒の鉱石じゃない？確かになんか模様が。おお、ビンゴ。でも大鉱石じゃないね。きっと近くにあるはずだ。まあ適当に掘ってれば。いやいやいや、マグマは泳ぎじゃないんだって。あーネザーのマグマは流れが速い。これは追いつかれるなー。あーあーあー、運悪すぎでしょ。私が何したっていうの。ポスター押してないのに宝箱漁ったからかな。あ、それは私が悪いな。ということで黒の大鉱石も20個集まったぞ。じゃああとはマリサの引き次第だね。任せろ。まずは赤、これは数に余裕あるから心配ない。おお、宣言通りもう出ちゃった。ふふふ。問題は緑、数的にもちょっと不安が。はい、一発でした。仕込みかな？いや無理でしょ。まあ、これが日頃の行いってやつだな。え、また一発なの？今年の運使い切ったかな？やだやだ、やめて、早すぎる。あ、あとは今作った鉱石をさらに石臼にかける。あとは粉を組み合わせて熱する作業だ。マリサの苦手なやつだね。いやもう失敗しないから。これを UHT 温度で熱して。あとは冷やした後また熱すれば完成だ。そして今回も水中呼吸と水中採掘装備。これ、やり方次第で全自動化できるらしいよ。いや手動こそロマンだろ。ミスらなければね。はい、無事冷却完了。あとはオーブン温度で再加熱。今作った工具工インゴットで回転紙を作り、それを使ってさらにプレス加工機を作る。
そして必要アイテムの金型も作るぞ。今回は工具工の葉だね。あとは動力が必要になるから、今回は水車の力でやってみるぞ。水車有能すぎ。さああとは組み合わせるだけ。ついに最強の武器が。ついに完成したぞ。これが最強の武器。斬鉄剣。オーディン呼べるのかな？私自身がオーディンだ。あ、うん。それじゃダイヤの剣と比較してみよう。まあ普通の速度だよね。そしてこっちが斬鉄剣。いや攻撃速度速いなぁ。まあ攻撃速度は玉髄の剣も速かったからな。今度は攻撃力で試してみよう。ここは、前に見つけたクモさんスポナーだね。そうそう、さあ何発で倒せるかな？一発なの？ハート 10.5 個分のダメージらしいよ。強すぎー。うん、やっぱり一発で倒せちゃうね。これがあれば本当にあの王様に勝てちゃうんじゃ？うんうん、かなり希望は見えてきたな。はい、ということで、もう私の勝利が確定したので、今日は前祝いでごちそう食べようと思います。さすがに気が早すぎるんだよな。さあさあさあ、ごちそう作っちゃおうじゃないか。ただ贅沢したいだけだよね。まあ贅沢な料理と言いつつ、作り方は簡単なんだけどな。まずは新しい調理器具を作るぞ。棒とレンガを組み合わせて。ポットの出来上がり。あとは必要な材料を取り出して調理するだけ。お、生クリーム？いや今回は牛乳を使うぞ。他にはスープストックに生酒、卵にご飯、食塩も使用する。たったこれだけで豪華なご飯が？うんうん、まずはポットに牛乳と食塩を入れて混ぜる。するとチーズの出来上がり。あーこれだけでも美味しそう。つまみ食いしないでね。大丈夫大丈夫。さあ次は野源で原木をすりつぶすぞ。木くず？これで下準備完了。まずは今作った木くずで生酒をいぶす。するとスモークサーモンの出来上がり。あとはさっきのチーズをこのスモークサーモンで巻けば。チーズのサーモン巻きが完成。絶対美味しいやつやん。さらにスープストックで卵を焼いて。だし巻き卵。そして本日のメインディッシュ。ご飯と生魚、卵を使って、お寿司の完成。なんだって。さあそれじゃご飯にするぞ。あの、飲み物は？やっぱ寿司と言ったら座敷だよな。このパターンは。ということで本日のメニューは、お寿司とチーズのサーモン巻きに、だし巻き卵だ。あと飲み物は緑茶ね。あ、そうだな。なんて豪華なご飯なの。ボス倒したわけでもないのに。細かいことは気にするな。いやーめちゃくちゃ美味しそう。このお寿司、卵とマグロと、あとは何？ハマチかな。なんで疑問形なの。まあまあまあ、細かいことは気にするな。あとこの緑茶、前作ったやつだよね。やだなー、そんなことないよ。そんなことより早く食べよう。新鮮なうちが美味しいからね。早く新鮮な緑茶作って。